高天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。新年明けましておめでとうございますではないんです。これ今撮ってるのは昨日12月31日大晦日、今はですね10時13分です。今紅白見ながらね、あと1時間とまあまあ40分ぐらいで、新年を迎えるわけなんですけど、そこで年越しそばじゃーじゃーんね、やっぱり年を越すのにやっぱり年越しそばいただきまーす。うん、うん、毎年ね、まあ我が家はこうやってね年越しそばを、今回はちょっとシンプルでゆず味やね、しっぽくしっぽくで、あの何しっぽくって、しっぽくそば言わへんの、わかりません。京都だで、うん、あのファンの方、視聴者さんからいただいたあごだしを使いました、うん、そうやね、あの吉光さん、広島のね、あのあごだしをいただいて、それで作ってくれた、うん、吉光さんありがとうございます本当に。うん、あの年越しそばっていつ食べるんやろな、何時に、まあ年越す前に食べるんやろな、それ何時ぐらい、腰ながらギリチョ、なんかギリギリその12時手前で食べるのがいいとかとか言ったりとか、うん、うまい。まあ本当にね、もうあと少しで新年を迎えます。さあ年越しそばも食べまして、2022年があともう1分です。1分を超えれば2023年、新年を迎えるわけでございますが、もうあれからねちょっと酒飲んでちょっと酔っ払ってますよ。うん、まあ紅白みたいにね他の笑いの見たりとかゆっくりちょっと過ごさせていただきましたけど、あと30秒でございますね。えあっという間の1年間でございましたが、なんかこのね、なんかこうね、きっしょきっしょでこうね、なんか季節も変わっていてのこの1年もあれ、はい、53 54 6 7 8 9、はい、新年明けましておめでとうございます。金が新年ねえ、何眠たいのお前、金が新年寝てるやんけね、今年もまあよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。1月1日、今は午前10時半でございます。さあおせち料理もできております。こちらでございます。いいですね、数の子からね、きんとんから、うん、卵焼き、そしてこれは煮しめのお魚かな、そしてこのことぶきの端をポンと出してですね、まずはちょっと乾杯をさせていただきます。新年明けましておめでとうございます。あーうまい。まあね、お昼からこうお酒を飲む、まあ年に1回の、まあ、お正月だけちょっとね、贅沢させていただいております。これお雑煮いただきます。うん、白味噌、京都、うちは我が家は京都風、我が家のお雑煮は白味噌やろ、うん、白味噌、あの詳しく知りたい方は去年の見てください。見てください。はい。うん、黒豆。胸に。うん。
知らんのかい。ごまめ。これ。ごんぼ。ごんぼ。汚い。ここ一回取ってください。直場しゃべってください。一回こうお皿に取って取って取ってでいただけますね。うん。おいしい。まあ今年はね、まあ本当に、うん、今ね、元旦バラエティ祭りを見てるんですけど、いろんな漫才出てますよ。まあ本当に来年は本当にそこに出てるような自分になる一年に本当にしようかなと思っております。まあ今年の抱負は本当にね、相方を見つけて漫才をやります。それでもう一回本当にね、メジャーに、行きたいと思っておりますんで、本年も頑張りますんで、皆さん応援よろしくお願いいたします。乾杯。これは何でしょうか。これはレンコンでございます。2品目。うん。